日本卓球協会は13日、12月に中国・四川省で行われる混合団体ワールドカップへ参加する選手を発表しました。画像、女子シングルス10月時点のパリ五輪選考ポイントランキング今大会は10月に開催が決定したことや世界ランキングポイントが付与されないことを理由に、日本は当初不参加の意向を示していましたが、事態が外 参加申し込み期限後に大会に対しポイントが付与されたことから参加する意向へ変更しました。女子では10月のアジア競技大会で日本勢13年ぶりのメダルとなる銀メダルを獲得した世界ランキング5位の早田ひな選手、パリ五輪先行ポイントランキング2位の平野美宇選手らが参加。一方で21年東京五輪混合ダブルスキンメダリストの伊藤美馬選手は不参加となりました。 男子では世界ランキング日本人最上位9位の張本智和選手をはじめ、パリ五輪先行ポイント2位の戸上俊介選手らが参加します。混合団体ワールドカップは12月4日から開幕します。卓球混合団体ワールドカップ参加メンバー、女子、括弧内は世界ランキング早田ひな、5、平野美宇、17、木原美宇、24、張本美和、13、男子、 張本智和、9、戸上みし31、吉山や一、137、そねかける、272。